栗原市の工事現場で男性作業員が横転したショベルカーの下敷きになり死亡しました警察によりますときょう午前7時40分ごろ栗原市しわひめの工事現場で重機が点灯してバケットの部分に人が挟まれたと作業員から消防に通報がありましたショベルカーの作業を地上で指示していた60代の男性がショベルカーの下敷きになり 病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡が確認されました現場ではハサマ川に橋を架ける工事が行われていてショベルカーがセメントの入った袋をバケットにぶら下げて運んでいたところバランスを崩し横転したとみられるということです警察はショベルカーが横転した原因や安全管理に問題がなかったかなどを詳しく調べています